はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍されている方、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも環境とかエネルギーに従事してこられたタカさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、自己紹介いただいてもよろしいですか。タカと申します。国際協力に興味を持ちながら、今も仕事を始めてからもそうですけれども、環境エネルギーの分野でいろんな立場で仕事をしてきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、昔国際協力業界で環境とかエネルギーに対して従事されてたと思うんですけど、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。大学2年の時ですね、はい、平和論という講義を受けてたんですけども、そこでの話が衝撃的でですね、はい、そこからも国際協力の分野を志そうというふうに思った次第ですね。あ、そうだったんですね、はい、実際平和論っていうところって具体的にどういうお話されてらっしゃったんですか。はいはい、基本的には安全保障、軍事とかですね、国際政治とかそういったところを中心にではあるんですけども、はい、かなりマクロ的な話が多かったので、その中で世界システム論であるだとか、国際社会の中での格差を取り扱うような話も当然入ってて、でその時に気づいたのがですね、簡単に言ってしまえば経済的にいろんな機会の平等とかいろんな観点からもやっぱり世界ってピラミッドに表されることがあって、はい、その中で日本とか途上国だったり先進国様々ありますけど、日本ってまあ頂点の部分に基本的にはいるっていうことを気づいてですね、その時にまず衝撃を受けたってことですね、自分自身が大学生で、立場も社会的には日本ではそんなに高いわけではないし、実績もない、プラス僕の場合はアルバイトを週末やってたので、それで生計を立てて、奨学金も借りて大学院に通って2年目、なんか自分はプアだなっていうのが根にあって、どうしようかなってもがいてる中で、いやでもプアじゃないんじゃんって発見ですよね。ここにいるんですよと、頂点のとこでのらりくらりしてる自分がいたわけです。平和論を受けて世界のピラミッドみたいなのを見た時に、日本っていうのが上の位置にあるんだと、ってことは自分たちも世界で見たら裕福なところに該当するんじゃないかみたいな考え方があったって感じですかね。はい、なるほど。もともと大学とかはそういう学部だったんですか。学部は大学2年で平和論を受けてた時には、はい、スポーツ科学とかを扱うような健康関連の学部にいましたね。そうなんですね。小学校から高校までずっとサッカーに打ち込んでたので、まあまあ流れとしては自然なその分野に行くっていうのはそんなに抵抗はなかったですが、僕は大学に入ると同時に何でもいいから学びたいっていう欲求がそもそも大学に入る前からあったので、ずっとやっぱり高校まで走ってきただけで、サッカーで、はい、例えば新書が家に置いてあるわけでもないし、普通の地方の家庭だったので、大学に入る前にいろいろ本屋さんとかに行くと、新書って置いてあってそんなものがそもそもあるのかみたいな、そこには結構安全保障の話が書いてあったり、政治の話とかいろんなものがあるけど、こんなものを高校で学ばなかったし知らないっていう、確かにそういうことを学びたいなって思ったんですね。だから何でもよくてスポーツ科学に入ったっていう。あ、そういうことだったんですね。もともとはスポーツ科学みたいな、健康福祉みたいな、これで入ったと。でもそこから平和学を受けて、そのままずっと健康保険みたいなところで来るんですか。はい、まさにその自分は貧困じゃないっていうのがきっかけで転部を、そうなんですね、はい、学部を変えましたね、はいはいはい、大学の中で。転部してどこに移ったんですか。名前は国際学部なので、まあ、はいはいはい、その中で国際関係学、社会を幅広く学ぶっていうようなところに行きましたね。そうなんですね。実際転部って難しいものなんですか。編部は僕は難しいと思ってましたけど、そうなんですね、でもやりたいという思いが強かったので、国際学部を選んで、さっき言ったその発見ですよね、自分が貧困じゃないって気づいた時に、何を考えたかというと、大学1年から結構就活はどうするかみたいなの、どの大学でも教えてもらうと思うんですけど、僕もそこに行ったりしてたんですね。だから次のステップは就活なんだっていうのは頭では分かってても、貧困の問題を知ってしまった時に、当時やっぱり大企業とか、例えばナイキとか
ば児童労働してたとかいう話があったり、大企業って僕はアンチだったんですね、むしろ敵だと思ってるぐらい、はいはいはい、そういうところに行くのかみたいな、はい、日本の社会の中で就活するってつまんないなみたいな思いもあったし、はい、普通の路線に行くのか、それともこの今知ってしまった方向に行くのかっていった時に、本当に勉強したかったら国際学部に行かないと多分できないだろうなと思ったので、転部したので。そうなんですね、はい、じゃあ実際それまでがおそらく国際協力に興味を持ったきっかけじゃないですか、はい、そこから環境とかエネルギーとかに入り込んだきっかけって何かあったんですか。転部晴れてできて国際学部の学生になって、はい、それが2年の秋だったと思いますけど、はい、そこから2年の秋は引き続きいろいろ国際関係一色もしくは取らなきゃいけない講義もありましたし、うんうん、で3年になって新規って何か新しい講義取りたいなってワクワクしながら僕はシラバスいろいろ見てたんですけど、はい、その中で面白かったのが環境エネルギーなんちゃらみたいな講座があって、はいはいはい、それは大学の教授ではなくて外部講師を呼んできてやるものだったんですけど、はいはいはい、それは NPO のまさに環境エネルギーの政策論を教えてくれるような実践でやってる方ですけども、はい、その方の講義でしたね。実際どうでした。どんなこと学びました。その方は環境エネルギー政策研究所という NPO の代表の方なんですけども、一通り1970年代から今までの環境の流れですね、最初は公害とかの話がもちろん多かったですけど、徐々にそれを抑えるっていうことではなくて、技術とかを使ってもっと前向きに社会とか経済とかを作っていこうみたいな流れにシフトしていくわけですけど、それがまあ SDGs に今なっていると。当然 SDGs の話は最近なんでないですけど、そこまでの一通りの流れと、その方は飯田さんっていうんですけど、飯田さんはエネルギーの分野なので特に再生可能エネルギーですね、太陽光とか風力発電を中心として欧米の事例とかをこう引っ張ってきて、日本よりも10年も進んでますよみたいなこととかも教えてくれたっていう。あ、そうなんですね。あ、じゃあそれがきっかけでタカさんは環境分野っていうところにすごい興味を持っていった感じなんですか。そうですね、まず環境っていう分野があることもそんなによく知らなかったですし、そこがすごくターニングポイントだったなというのと、発電設備ってそんないろんな種類あるんだって思ったりとか。確かにあんまり勉強しないですもんね、はい、そうですね、そういうの全然知らなかったです、でもなんとなく原子力とか火力とか大きな発電設備があるとは知っていたものの、それとは違う分散型のいろんなところに適地を選んでエネルギーを取る手段があるっていうのを初めて知りました。したし、はい、それ自体が当時2000年の初め頃で伸びてたんですよね、はい、産業として伸び始めた頃で、それって民間がどうこうっていうよりも、まず政策がそれをしっかりと育つようにパッケージを組んでくれないとなかなか難しいということで、環境分野ってポリシーがすごい重要ですね、はいはいはい、ポリシーが出来上がるとその下にしっかりマーケットができるっていう、はい、だから政策と産業って両輪で、政策がしっかりしてないと再エネが普及しないってまさに典型で。なるほど、面白いですね。それを初めて知って、あ、はい、これ面白いなと思って、これってしかもいろんな人が自分のエネルギー作り出せるってことじゃないって思ったわけですね、っていうのはそもそも僕が貧困とか、はい、イメージしてたのはやっぱりスラムでゴミ拾いしてる子供とか、そういうところに生まれてしまった子と、そういう大人とかっていうのがいっぱいいて、でその人たちがこういう技術を使ったらどう豊かになるんだろうみたいなことがハッと気づいたんですね、その講義。なるほど。あ、じゃあそこから開発協力とか国際協力っていうところと、自分がやってるエネルギーとか環境っていうところを掛け合わせた自分の中でのやりたいことっていうのが見つかっていったって感じですね。そうですね。なるほど。その後じゃあアクションを起こしたのは就職したんですか。就職は大学卒業してから しなかったんです。あ、そうなんですね。大学院進学したってことですか。はい、そうですね。ちなみに大学院はどういうところを行かれたんですか。貧困×再エネみたいなことを自分はコンセプトとしてしばらく追求したいと思ってたので、はい、もちろんそういう日本企業ってあるのかなとか探してはいたんですけど、そもそも政策が原子力より再エネって本当に育てようとしてなかったので、はいはい、期待薄だなとなので、はい、いきなり就活用意は大学院だっていうふうに考えて、はい、で大学院も僕自身は結構学問的にロジックを組んでやるのがすごい苦手なので、どっちかっていうと実践を通しながらそこから見えてくるものを拾っていくみたいなタイプなので、大学大学してないような大学院を選ぼうと思ったのと、あと環境に関してこうアプローチしてるようなところで、結果的には環境はちょっとそんなに強くはないところなんですけど、 MBA をですね、経営学修士を取れるところに。あ、そうなんですね。はい、立教大学の21世紀社会デザイン研究それ21世紀って面白いです
ですよね。そうなんですよね。だから新しくできたところなんですか、それって。もう10年以上経ってますけど、はいはい、昔ながらの経営学ではなくて、いろんな課題がこのグローバリゼーションとかいろんなもので生まれている中、うん、今までの考え方の延長というよりは新しいアプローチをしながら、うん、もう一回リデザインしていこうみたいな意識の人が多い大学院。あ、そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。実際大学で国際協力っていうところに興味を持って、でそこから大学院に進学して、そこも含めてですけど、貧困×再生可能エネルギーっていうところで自分としては何かやっていきたいなっていうところで大学院に進学していったというところですね。はい、ありがとうございます。ちょっとここの動画では自分が興味を持ったきっかけっていうところで、大学の時何してたのかっていう部分と大学院に進学するっていうところまでをお伺いしたんですけど、次の動画では引き続き大学院時代に何してたのかっていう部分と、その後社会人どういうことをしてたのかっていうところをお話をお伺いしようかなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。